はい、おはようございます、現在こんな感じですね。はい、4時18分ということで、よいしょ、じゃあ朝ごはんいただきたいと思います。昨日チートデーだったんで今日すごい元気です。はい、それでは朝ごはん食べ終わりましたんで、9日目の朝の分ですね、飲んでいきたいと思います。よいしょ、飲みました。はい、それでは、会社行ってきたいと思います。はい、ただいま帰ってまいりました。時間が、こんな感じですね。はい、18時30分ということで、はい、じゃあ、9日目の、夜の分飲んでいきたいと思います。はい、今日はね、今のところ5本ですね。うん。5本、タバコを吸いました。はい。だんだん、少なくなってます。うん。じゃあ、いつもの謎の赤い液体で飲んでいきたいと思います。うん。うわ。飲みました。では、この後ですね、楽しい筋トレということで、ちょっとしたら頑張っていきます。はい、はい、というわけで、今の時間がこんな感じでございます。はい、ちょっとお風呂上がりにね、ぼーっとしていたらこんな時間になってしまいました。まあ、明日もね、朝早いんですけどね。とりあえず、今日あの後1本してしまって、合計6本ですか。うん。まあでも朝1本を2回に分けて吸ったんで、まあ5本かなとも思うんですけど、まあでも6本にしておきましょう。うん、一応6本ということで、だんだんね、ほんと肺に入れずに吹かしてるだけみたいな感じになりました。どうしてもタバコに火つけたいみたいな、うん、でも火がつけば満足みたいな感じになってきましたね。うん、体がだんだん受け付けなくなってきてます。うん、まあね、ちょっと明日も早いんで、もうそろそろ寝ようと思うんですけども、まあ、今日ちょっと胸トレだったんですけど、最近ね、ちょっと減量のためのカロリーを減らしておりまして、うん、だんだんね、力が出なくなってきてます。うん、ダンベルフライがね、20回を3セットと思ったんですけど、20回、15回、12回となりみたいな感じで、まあなんとかね、その後セット数増やしたりとか、このゴムですね、このね、ビアンビアワンとかのゴムバンド使ってですね、限界まで追い込んだりはしてみました。うん、明日どんな感じで筋肉痛が来るのか、もしくは来ないのか、まあ、来ないってことはないと思うんですよね、相当追い込んだんでね。うん、まあちょっと疲れましたんで、もうそろそろ寝たいと思います。はい、それではおやすみなさい。